陸前持ち合いでしたっけ近い駅をずっと行ってみましたね。ピストルを撃った時バンっていうのをクラックとかね、
言わないっけ、そんな。それでなんか本題に入ってくるよね。We'll be right back.
この第1回目のステージはですね、いよいよあと2曲になってしまいましたよね。それでですね、この次の曲はですね、みんなで歌ってもらおうかなと思ったんですけど、歌詞カードちょっとね、みんなにお配りする歌詞カード忘れてきちゃったんだよね。だからまあ皆さんもね、多分僕の歌を、なんとなくね、雰囲気で、ハミングでいいですよ。ハー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 とかね、ダーラララララとかね、ディー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 とかね、ダーラララララフーフー、なんでもいいんですよ。なんでも結構、鳥の鳴き真似したかったらしてもいいし、ね、犬はダメ。それやってみよう。73周年。いや、そんなになんない。まあ66周年だから7周年。
まあ、ロックンロールが始まった、この曲が始まったといってはもう過言ではないというね。知ってますか、この曲は。じゃあ、この曲、A でやりますからね。その辺で飯でも食って酒でもですね、もう少々お待ちくださいませ。どうもありがとうございました。鈴木ジュンでした。